はい、皆さんこんにちは。本日はですね、ワークマンのエアロストレッチクライミングパンツ秋冬用、こちらを紹介します。夏に大ヒットになったクライミングパンツの秋冬バージョンになりますね。で、価格の方がですね、税込みで2500円となっておりまして、まあ夏用がですね1900円だったので、まあ600円高いということになりますね。で、素材の方が表地、裏地、中綿、すべてポリエステル 100% となっています。まあ、特徴を簡単に話していきますとですね、暖かくて動きやすくてポケットがたくさんあってすごく機能的ということなんですが、まあちょっと説明していきますとですね、こんな感じでベルトをつけて着用するパンツになりますね。で、後ろ側はこんな感じで、まあ、後ろ側の方がベルトを通すものが多くなっているかなという感じです。で、腰にはですね、このフィールドコアですね、フィールドコアのロゴが入っていますね。はい。で、まあポケットがですね、両サイドに一つずつありますね。こちらとこちらで、チャックがついているんで、まあ非常に物が落ちたりする心配はないかなと思います。で、あとはですね、太ももの左側の方にもこう1個ポケットがついていますね。まあそこまで深くはないんですが、これは非常に便利かなと思います。あとはここにはですね、ボタン付きのポケットが1つありますね。はい。で、実はですね、まあここにペン差しもついているんで、まあ、ペンをここに入れることもできます。で、後ろ側がですねポケット2つありまして、まあ、こちらがボタン付きのポケットが1つと、でもう1個が、まあ、ボタンはついてないポケットが1つあるんですが、これ実はポケットブル仕様になってまして、こちらのポケットにですねこのパンツそのものを収納することができるんですね。まあ、こんな感じで袋がついてるんですけど、まあこれを収納できるぐらいなんで、かなり深めのポケットがついています。なので長い財布とかもこちらに入っちゃうんじゃないかなと思いますね。で、後ろ側の右足の後ろ部分にですね反射材がついてるんですね。こちらちょっと見えにくいんですけども、こちらに反射材がついてるんで、まあ安全性にも優れているかなと思います。まあ、あとはですね、ここがチャックになってるんで、まあ用を足す時にはとても便利な作りになっています。で、あと重さはですね約 500g ということで、まあ、この数字を聞くとそんな軽くないのかなと思うんですが、まあこれだけ冬用でこれだけ機能的なパンツとしてはかなり軽い部類に入るんじゃないかなと思います。はい。だから履いた感じも別に重たく感じることはないんで、すごく履きやすいかなと思いますね。で、あとはエアロスパークという静電抑制加工がされているんで、まあ静電気が起こりにくい作りになっているのも非常にありがたいポイントかなと思います。で、あとはストレッチ性ですよね。まあ、夏用のパンツもそうだったんですが、特にですねこの膝周りですね、膝周りとあと股の部分がかなりストレッチが効いてるんで、まあとても動きやすい作りになっていますね。まあ、膝の曲げ伸ばしが楽だったり、あとは股がクライミングカットになってるんで大きく広げても突っ張らない作りになっています。で、あとはですね撥水機能もついているんで、まあ軽い小雨程度であれば水を弾くことができます。まあ夏用のパンツとの違いなんですけども、まあこちら夏用なんですが、まあもちろんこの厚さが違うというのは当たり前ですよね。夏用と冬用なんで、そこはまあ当たり前なんですが、あとはですねこの裾の部分ですね、これはあの裾上げされてない状態なんで基本的には、なのでまあこだわる人はここをこう裾上げする必要があったんですけども、冬用のパンツの方はこちらはですねもう初めから長さが決まってるんで、
まあ僕的にはこちらの方がすごい履きやすいかなと思います。長さがちょうどいいんで、まあただ丈を合わせたいという方にとってはまあ夏用の方がいいかなと思うんですが、まあ、僕はこっちがすごく気に入っていますね。じゃあちょっと着用してみます。はい、こんな感じになります。175cm65kg で L サイズを購入しています。まあちょっとタイトめな作りではあるんですが、まあ、すごく履き心地もいいですし、まあ、ちょうどいいフィット感かなと思います。長さもちょうどいい感じですね。で、膝の曲げ伸ばしなどは、まあ、とても楽にできますね。で、股の伸びも非常にいいので、まあ、動きやすいと思います。まあそれなりに中綿も入っているんで、まあとても暖かいかなと思います。秋だとちょっと暑いぐらいだと思うんで、まあどちらかというと冬に向いているんじゃないかなと思いますね。で、履き心地も触り心地も非常にいいので、まあこれはですね、私的には夏用以上におすすめできる商品かなと思いますね。カラー展開の方はダークベージュ、ブラック、ダークグリーン、ハンティングチェックということで4色展開になっています。で、サイズの方が S から 4L までと幅広く用意されているみたいですね。はい、ということで本日はクライミングパンツ秋冬用を紹介しました。まあ暖かさを備えている上に動きやすさやポケットがたくさんあって機能性も抜群であるので、で履き心地もすごくいいんで、これは本当におすすめできる商品になりますので、ぜひですね参考になれば嬉しく思います。で、本日もですねご視聴いただきましてありがとうございました。